今回は稲美町立稲美の水辺の里公園、稲美のため池ミュージアムの拠点となる稲美の水族園魚のうちに来ました。駐車場入園料は無料です。開園時間は9時から17時、休園日は月曜日年末年始です。稲美町は大きな河川もなく典型的な瀬戸内気候で、年間降水量も少ないため農業用水の便が悪かったそう。昔の人は水を確保するためにたくさんのため池を作り、農業用水の水がめとして利用してきました。兵庫県東播磨地域ではため池の保全・整備・活用のため稲美のため池ミュージアム構想に取り組んでいます。魚のお家に到着しました。隣は蝶に特化した観察小屋、蝶のお家。卵から成虫になる過程も観察できるそうです。蝶は分かりませんでしたが、亀が床にたくさんいました。日光浴中で可愛かったです。東播磨地域の川やため池に住んでいる魚などをテーマ別に10の水槽やタッチプールで展示されています。入り口横に亀のお家もありました。稲美のため池に住む生き物コーナー、15種ほどの魚が泳いでいるそうです。こちらは田んぼバージョン。とても水槽が綺麗で生き物が見やすいです。顔しか見えなかったのでナマズかと思ったらスッポンでした。豚のような鼻してるんですね。可愛いです。他にも数人見学されている方がいたので、人気がある施設のようですね。イラストや写真付きの展示も多く、説明もとても詳しくて分かりやすかったです。こっそり鳥もいますよ。日本の小魚を食べちゃう外来種や大型魚もいます。昆虫好きな方は手前の小屋に昆虫の標本写真が展示してあるので、一緒に見に行ってみてくださいね。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。